ゃい時は庵野翔さんだけさ、まだなんだろう、だって私100何センチなんやろうね、120センチないとか全然わかんないけど、その時から500ミリリットルのペットボトルにお水を入れてなんか作るんですよ、自分でペットボトルで。ペットボトルを持って練習してたんですよ。でめっちゃ重いんですよ、500ミリを普通に持って踊るって。そうで、なんか中に絵の具を入れて可愛い色にしたり、スーパーボールとか入れるとすごい可愛いんですよ。 それでずっと練習してたんですよね。でなんか少しでもこうなったらめっちゃ怒られてたし、めっちゃ注意され